ラパーマは猫の品種の一つ。ラパーアムとも言う。原産国はアメリカ。巻毛が特徴。他のレックス種とも違う、軽く、体表から離れた紐をしている。体型はやや細く、首と手足が長く、見た目よりも筋肉質。顔は緩和されたくさび型で、目はやや吊り上がったアーモンド型。長毛と短毛がいる。なお、 ラパーマの巻毛が優勢遺伝であるため、両親がヘテロ、もしくは一方の親が、ヘテロでもう一方の親が巻毛でない場合、直毛が生まれることがある。1982年、アメリカ合衆国のオレゴン州、ザ・ダルズ郊外のサクランボ農園で生まれた一匹のメス猫が由来。その猫は母猫とも同体子とも異なり、巻毛だった。その猫の子孫をもとに品種が開発された。 abc, ザラパームキャットクラブ ,allabout ラパームズ w w w l a p e r m c o u k 二零二一年五月三日閲覧。ザラパームソサイティーオブアメリカ、ブリードヒストリー、w w w l a p e r m c a t s c o m 二千二十一年五月三日閲覧。ありがとうございます。